今日のキーワードは英語の設計図 B 動詞系列の表現展開ということです。まずですね、初めにお話したいことがあります。日本の英語教育というか、その英語教育に携わる人に、私は哲学はないと。哲学ですね。哲学というのは別に私はもう難しいことを言う必要は全くないんで、もちろん私も哲学というものはよく分かりません。ただ、物事を本質的に捉えるということが哲学ということであると私は理解しております。英語のその哲学というか、まあ、哲学とまでいかないまでも、基本原理というのは一体、何だろうということについてお話したいと思います。基本原理ですね。でこれは、私は初めて書いた本、1980年代でしたから、書いた本に、初めて書いた本に、これを書きました。で英語というのは be と have と do で成り立っているとというふうにし、捉えました。もちろん be 動詞、have 動詞、do 動詞ということなんですけども、 be は存在を表します。本質的に存在を表します。つまり人間とかあらゆるものをとにかく、神も含めて存在させる、植物も動物も存在させるというのが B です。この Have というのは、私は不体というふうに表しますと考えます。不体というのは私たちにまとわりついているもの、例えばまとわりついているといえば、私には両親がいます、子供がいます、あるいは友達がいます、そういうふうな、具体的な状況を表すと考えます。で Do は、行動、人間というものはあらゆる行動、そしてあらゆる欲求を持つことがあります。このことに、この3つの、基本原理で英語は成り立っていると私は考えるわけ。で皆さんも経験あると思うんですけども、疑問文を作ろうというときに、さて、英語ではどういうふうになっているか、つまり B 動詞というのは am, are, is, was, were ですね、現在形と過去形だけですけども、それが疑問文を作ったり、否定、その後ろに not をつけることによって否定を作ることができます。 have はちょっとややこしいんですけども、have というのは現在完了形というのに have が使われます。これはこのことについて詳しいことはまたいずれお話しますけども、何々することを持ってるんだ、有してるんだというのが have です。そして次に do ですけども、 do はもちろん do you like とか I don't like とか do とか does ですね、変化の does、 そして did ですね、これによって疑問文を作ったり、否定文を作ったりすることができる。で、ちょっとここで言い忘れましたけども、have ももちろんそうですね。現在完了形では have not、もしくは have you というような感じで疑問を、表現を作ることができます。be 動詞の本質的な意味は存在です。そのことについて、少し述べたいと思います。古い哲学者ですけども、デカルトという人がいました。彼は I think, therefore I am、 こういうふうに言いました。で、私は思う、それゆえに私は存在する、いる。これを訳した人は、我思うゆえに我あり、我あり、つまり考えるということと、そして存在するんだということですね。 Therefore I am ということです。はい。次の例は、
シェイクスピアの有名なセリフです。To be or not to be? That is the question.つまり、to be or not to be ということです。で、これは存在するか not to be、存在しないか、それが問題なんだ。で、これも訳者は生きるか死ぬか、それが問題だと。そういうふうに訳しております。まあ、存在ですね。はい、もう一つ例を出しましょう。ビートルズの曲に Let it be というのがあります。この it は、それはというふうに覚えておられる方多いと思いますけども、これは状況です。これもまた詳しくいずれ説明します。状況が、はい、存在していると。で、それを let というのは許すということで。で、つまりそれをそのまま存在として許しておけということです。はい、日本語の訳はなすがままにとなっております。はい、このように、B 動詞と。さて、これもある意味で哲学ということなんですけども、言葉というのは時間軸と時間の流れですね。時間軸と場所軸、時間の流れと場所軸にの場所軸との組み合わせで言葉というのが成り立っていると私は考えます、はい、まず時間軸ですけども、英語では現在、まあ、もちろん日本語もあるわけですけども、ちょっと日本語とは異なっております。捉え方が異なっています。で、ここに現在完了形というのがあります。ああ、過去形ですね。過去形、ちょっと、字が汚くて申し訳ありません。現在完了形ですね。で、ここで気をつけていただきたいのは、英語の現在形というのは今そうであるという事実と、習慣を表します。で、例えば私は疲れていますと。だからこれ今疲れている、これ現在の事実です。で、私はなんか仕事したら時々疲れるのよ、いつも疲れちゃうわ、これが習慣です。つまり現在形、英語の次現在形というのは今と習慣、今の事実と習慣がある、これが非常に大事なことです。はい、次の過去形、これは一番簡単です。過去の一時点の事実です。はい、未来形はもうこのお話する数秒あと1秒あとからもう未来のことまで全部含まれてしまいます。これが未来形です。現在完了形は、過去にあったこと、つまり過去を背負った現在の付帯状況を表します。これハウでしたな、ハウがありましたな。つまり過去を背負った現在のこと、これが現在完了形です。はい、次に場所軸について、お話し、したいと思います。軸について、お話しします。で、まずこのファンクションテーブル、これは参考に、テーブルナンバーワン B 動詞系列というのを用意しました。で、これは後でこのビデオの画面で、きれいなものが出ますので、ちょっと見にくいかもしれませんけども、ちょっとそれでもう後で確認していただきたい、画面上で確認していただきたいと思います。で、私はこのファンクションテーブルというのは集積回路だと思っています。集積回路。で、ちょっと面白い名前つけたんですけども、これ現在の存在を表すテーブルです。はい、グループ A はこれは肯定形の表現が出ております。で、例えば、I am と次に、例えば hungry って言うんですけど、I'm hungry, we are hungry, you are hungry, you are hungry, he is hungry.何もかもみんなお腹空いてるという状態になります。はい、グループ B を使うと否定形になります。 I'm not hungry, we are not hungry。 はい、もうあとはいいですね。私はお腹空いてないよと。はい、次は、甘いというのはちょっと、これは甘い、甘いというのはちょっと
置いてください。で、Are you から始めましょう。Are you hungry? Are you hungry? Is he hungry? はい、あなたお金、お腹空いてるの?というような感じですね。はい、グループ D。これは、否定疑問形です。はい、これも Am I not? というのと、Are we? Aren't we? ですね。これはちょっと置いておいてください。はい、Aren't you? から始めましょう。Aren't you hungry? Aren't you hungry? というような感じ。あなた、お腹空いてない?あなた方、お腹空いてない?はい、以下同じです。はい、これを集積回路と私です。英語ほどシンプルで合理的なことはありません。しかしながら、日本人が英語音痴なのははっきり言って教育文法にあります。この一端を、その一端をここで見ていただきたいと思います。教育文法でほぼと認めているのはこの1と2です。ヘッピーという形容詞、ここに名詞がありますけれども、この名詞、この2つだけが保護だと説明しております。で、他はまたいずれ説明しますけど、詳しく説明しますけども、あとの1,2,3,4,5,6 までのこのフレーズ、これ全部保護ではないというふうに説明します。しかし英語の発想はとても簡単です。これ、私は幸せだ、歌が上手です、ここにいます、ダイエットをしています、 take a walk、散歩、するつもりです、ね、Take a walk、 散歩しています、みんなに好かれています、ね、簡単な話なんです。これを Are you に変えたらどうなりますか。 I am を Are you に変えたら、すべてあなたは幸せですか、歌が上手ですか、普段ここにいますか、ダイエットしているの、散歩をする予定なの、散歩しているの、みんなに愛されているの、コロンと変わってしまいます。まあ、そんな簡単なのが、つまり英語の仕組みなんです。はい、ファンクションメソッドは最もその英語の合理的でシンプルな姿を皆さんに形としてお送りしている、そういうメソッドです。はい、最後にこのパターンの保護のパターン6つをご覧になってください。これはビデオの画面にきちんと出ますので、しっかりと見て頭に叩き込んでください。今後、これに一つ一つについて説明していくことになります。以上です。